こんばんは。皆様こんばんは。やっほーやっほやっほーやっほー、こんばんは。はい、皆さん。はい、今日も台本に沿ってやっていきます。イエーイ。いきます。はい、第2回岡村リオファースト写真集発売記念スペシャル始まりました。イエーイ。飛んだ。飛行機来た。飛行機ビュー、ありがとうございます。飛行機嬉しい。リュウヤくん、イッシーさん、昔から老人さん、ありがとう、ありがとうございます。飛行機嬉しい、ありがとうございます。はい、スペシャル配信です。あ、また飛んだ。ありがとうございます、ありがとう、嬉しいです、ありがとうございます。やった。はい、始まりました、ST48 の岡村リオです。リオツンです。リオツンって言います。はい、改めて岡村リオファースト写真集15歳発売決定しました。発売日は9月28日土曜日です。土曜日です。知ってるよね。今日も美女天才嬉しい。土曜日です。皆さんもう知ってると思いますが、あ、飛んだ、ありがとうございます。飛行機ビューン、飛行機。和弘さん、高則さん、しんちゃんさん、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。あ、また飛んだ、キャー、すごい嬉しい。飛ぶと嬉しいですね、やっぱり。もう来週か、来週か、え、もう来週、え、来週、そんなもう、あ、そっか、あ、そっか。だって今日であと9日だもんね。そっか、来週か、早い、超早い。ありがとうございます、皆さん嬉しい。はい、そして本日も今日のこのショールームをご覧の皆様のためだけに、皆さん今聞きましたか。今日ね、このショールーム8時から9時まで1時間だけするんですけど、この1時間だけでしか手に入らない特典をご用意いたしました。素晴らしい。そう、今日だけしか手に入らない特典をご用意いたしました。チャカさん、今日はエランチさん、ありがとう。はい、あ、そう、あの前回の配信の時はあのソフトクリームリオツンだったんですけど、もうね、違います、また違う特典です、もちろん。それでは絵柄の発表をします。今日の特典の絵柄発表しますよ、皆さん、いきますよ、せーの、じゃん、じゃーん。そうだよ、もうアイスのやつ買えないよ。じゃーん、今日の特典はこちらです。寝そべってますね、リオツン。かわいい？嬉しい。はい、こちらになります。はい、あの画面に表示されているカートボタンがあると思うんですけど、あのお買い物のカゴみたいな、カートボタンを押していただき、ショールームより写真集をご予約いただいたお客様にこちらの限定絵柄ポストカードをプレゼントいたします。イエーイ。はい、こちらもう本当にただいま
ただいまの配信時間限定の特典になるので、もう今この瞬間を逃しちゃったらどうしよう。この特典は手に入りません。それは大変はい、皆さんぜひ今日限定こちらの特典絶対ゲットしてください。お願いします。なお商品は発売日前後に発送予定です発送予定です。あ、大さん、台湾高尾さん、まるともちゃんさん、ありがとうございます。あ、バンダナくんさんも2個、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。はい、いい感じですか。ちょっと幅で撮る。はい、じゃあこの絵柄について話していくんですけど、これはなんか勉強してます一応一応勉強してます。勉強してます、ちゃんと。はい、勉強してますあ、てちてちやさん、レオタン、ありがとう、ありがとうございます。はい、これでも勉強してます。ちょっと休憩してますねちょっと疲れてきちゃって休憩してる時です。はい、机に寝そべって。あ、でこの写真のリオの好きなポイントは、このほっぺが、リオほっぺが頬骨が高いんですよ。骨がね、頬骨が高いんですけど、ほっぺがこの腕にプニってなってるのがいいとこですあ、別にふてくされてるわけじゃないよこれ、多分。そう、ふてくされてるわけではないかな。そう、ほっぺかわいいでしょ。あ、ジオさん、オメガセブンさん、ありがとうございます、ありがとう。ホグマーさんもありがとう、嬉しい、ありがとうございます。やった。そう、怒ってないです、全然怒ってないですはい、全然怒ってないよ。お骨に見える？本当？確かに給食まで、確かにあれかも。でも数学わからんなみたいな数学全然わからんじゃん、先生教えてくれんしみたいな顔です。あと早くお昼ご飯の時間来ないかなって考えてますきっとね。あ、初見さん、ありがとうございます、ぜひフォローしてください。そう、ススムンさん、とやっしーさん、ありがとうございます、ありがとう。飛行機、今日も飛行機にゴリタが乗ってます。ゴリタありがとうございます。あ、カープズキシ君もありがとう、嬉しい。主権さん、ありがとうございます、ぜひフォローしてください。口元が曲がってるとこも可愛い。確かにムーみたいなムーみたいな顔してますね。はい、あ、リオッシーさんもありがとうございます、ありがとう、嬉しい。今日もいっぱい皆さん飛行機めちゃくちゃ嬉しいです、ありがとうございます。飛行機嬉しい、超嬉しい、ありがとう。はい、じゃあこちらの特典を後ろに貼ります。ここら辺かな、こんぐらい？もうちょっと近づけよう。ほっ、
あ、いい感じやな、いい感じ、いい感じ、いい感じ、いいんじゃない。ちょうど、ちょうどリオがすっぽりハマってるちょうど、ちょうどリオの顔がいい感じですね。いやいい感じ、良きです、良き良き良き、ありがとうございます。飛行機嬉しい、あ、フォローありがとうございます。メタボさんありがとう、ありがとうございます。ヤンさんありがとうございます。嬉しいですね、ありがとう。真ん中の子が一番可愛い、そりゃそう同一人物だけどね、ありがとうございます。あ、いちごプリンさんもありがとうございます。美味しそうな名前だな、嬉しい。飛行機めっちゃ来る、ありがとうございます、嬉しい飛行機、そう、リオツン3人いる、リオが3人分身しました、ありがとうございます。あ、まやかみやすデイブさんありがとう、ありがとうございます。あ、あれ、なんかね、このカートのやつがあるじゃん、このあのパラシュートを飛ばしてくださった方のお名前が出てるんですけど、これなんかあの、なんていうの、最新順じゃなくてなんか変な順番なんですよ、変な順番になるからもしかしたら見落とす方がいるかもしれないんですけど、見落とさないように頑張るのででも万が一見落とした場合はごめんねっていうことを伝えておく。あ、ロンリーボーイさんありがとうございます。ユーマさんありがとうございます、嬉しい。そう、よろしくお願いしますはい、そんな感じです。でね、あの昨日からなんとあと10日のあと10日カウントダウンが始まりました。早いことにあと10日、あ、違う昨日があと10日で今日があと9日になります。早い、めっちゃ早い。あ、みゃんみゃんさんありがとうございます。みゃんみゃん、らくらくさんもありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。順番変えれるらしい、そうなの、そうなんですか。あ、オカポンさんもありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。待ちきれないでしょ、リオも待ちきれない。あ、また飛行機ありがとう、やばい、飛行機反対だった、飛行機嬉しい。そうで、昨日からカウントダウンが始まって、昨日あと10日の動画が載ったんですけどそう、あと10日の動画が載ったんですけど、あと10日の動画があの初めての解禁の服でした。あのニットのね、なんか編み編みになっとるニットを着ました。そう、お隣四つフォローありがとうございます。見ましたか皆さん、編み編みニットに短いズボンを履き畳の上で撮っているやつ見ましたか。あ、シューンもありがとう、ありがとうございます、嬉しい。あ、また飛んだ、ありがとうございます。そう、あ、そうそう、あと9日もさ、もう出てましたね。あと9日のやつもあのそのお隣を積んのまま庭に出て
水やりしてました水やりリオツンです。水やりリオツン見ましたか皆さん。水をかけてるやつ。お隣リオツンの写真もあるのか。さあどうでしょう。ないかも、あるかも、ないかも。見たよあ、ビリさんありがとうございます。オカポンさんもありがとうございます。ありがとう。そう、よかったでしょ。見ました、水やり。でもあれ、あの動画を撮るから、あの水の出す量を減らして減らしました。そうで、なんかもう水やりの時はブッシャーってやってるんですけど、あのもうカメラマンさんにめっちゃかかっちゃって、そういやもう自分自身もびしょびしょで、もう服ももうびしょびしょだったんですけど、あのカメラマンさんとか、あとマネージャーさんがオフショットを撮ってくれてたんですよ。もうめっちゃかかっちゃって申し訳なかったそう、あのカメラに向かってこうやるじゃないですか普通だから。でカメラマンさんも優しくて、あのもうかけていいよって言ってくださったから、そうもう容赦なくかけましたそう、なのでその水やり、水やりというか、なんか水遊びかな、なんか 水で遊んでるりょうつんもね、この写真集を購入していただいたら見れるのでお楽しみにということで。そう水遊び、そうですよ水遊び いやでも本当に本当にあのもうめちゃくちゃいいんですよもうめちゃくちゃいいんです。じゃあこの岡村リオファースト写真集本当にいいんですよ。そうめちゃくちゃ良きなんですね。あのもうなんかいっぱいオフショット、もうずっと前からいっぱい載ってるんですけど、そのオフショットを見ただけでもね、多分皆さん心が踊ってると思うんですけど、そのオフショットはもう一部になるので、本当にあのもう本は本当にめっちゃいいです。あ、ゆうきあきたさん、おたまちゃんさん、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。飛行機なんか本当にあの無理して作ってないんですよ。そう無理して作ってなくて、もうめちゃくちゃ自然だし、なんか本当になんか楽しんでるリオをパシパシって撮ってもらったから、自然なリオが見れますね。そう水をかけてもらう購入特典それはちょっとないですねそうあ、しけんさんありがとうございます。リファローしてください。でもなんか自分でもあのその決めるとき、その内容を決めるときに、あの自分でもあこんな表情しとったんじゃとか、なんか発見があったし、すごいなんか普段さ、自分がさ普段どんな顔をしとるかとかも分かんないじゃないですか。でもそれを撮ってもらったから、あ普段楽しかったらこういう表情しとったんじゃみたいな感じで、なんか自分でも分かりました
そう、自分でも分かりましたね。そう、オフショットが全部入った DVD とか付録でついてきたおもろい。確かに。あ、リュウさんありがとうございます。ヒコキ嬉しい、ありがとうございます。そう、オフショットでもう一冊写真集作れそう。それはそう、作れちゃうよね。でも本当にあれだよ、その現場の雰囲気がすごい良かったから楽しく撮れました。間に合った、予約してきた、ありがとうございます。カレンダー、あ、カレンダーいいね。え、カレンダーいいね、作りたい。リオ写真集カレンダーみたいな作りたいですね。確かに作りたい。わーん、じゃあちょっとね、あのリオ言いたくて言いたくてしょうがなくてなので、あのもう先に言っちゃおうと思います。皆さん、あのもうね、みんなね、あの首を長くして待ちすぎてもうキリンさんになってると思う、あの発表しまーすあ、別にまだ言ってないよ。みんなが思ってるのと違うかもしれないからね皆が思ってるのと違うかもよ。はい、じゃあ、あのすぐは発表しませんよ。あの台本に沿ってやるのでいきます。はい、改めて各販売サイトでの購入についてご案内しますはい、通常版ですね、こちらの表紙。通常版はAmazon、HMV お取り扱い店、セブンネットショッピング、タワーレコードお取り扱い店、楽天ブックスにてご購入のお客様には特典としてスター別限定絵柄の生写真がそれぞれ2種からランダム1枚つきますじらすなって、ちょっと待ってください。もうちょっと、はい、お買い、はい、ネット書店ごとに生写真の絵柄が異なりますので、お買い逃しなくはいはい、そうですよ。そう、あの店舗によってその特典が違うので、そう違うので、皆さんもう特典をもう全部コンプしてください。あ、 OKB さんありがとうございます、嬉しい。そう、そこは知っとる。はい、次いきます。はい、次は限定カバー版、この違う表紙ですね。限定カバー版は HMV お取り扱い店では限定カバー版も販売します。なので、あの通常はこの表紙なんですけど、 HMV お取り扱い店では違う表紙になります。そっちもめっちゃいいです。もうめっちゃいいです。はい、で通常カバーとは違うカバーが外付けでついてきますので、お手元に届いたら気分によって限定カバーにしたり通常カバーにしてみたり楽しんでみてください。なお、こちらの HMV お取り扱い店限定カバー付きの商品には特典生写真はつきませんのでご注意くださいって感じですそう、この前もね言ったんですけど、そう、リオを着せ替えてください、気分によって表紙をね。あ、どっちも予約済み、ありがとうございます
コンプ目指してください。どっちもゲットしてください。どっちの表紙も絶対ゲットしてください。必ず必ずゲットしてください。どっちも本当にあのこれが通常版の表紙だけど、これめっちゃいいじゃないですか。限定カバー版もめっちゃもうめっちゃいいです。めっちゃいいです。あ、初見さんありがとうございます。フォローしてください。そう、本当にいいので必ずどっちもゲットしてください。必ず。はい、次いくよ。次、封入ポストカード。はい、写真集には通常版限定版、あ、違う通常版限定カバー版共通で、ポストカードが3紙からランダム1枚封入されています。はい。封入、はい。はい、それでは皆さんお待ちかね、準備はいいですか？準備はいいですかね。皆さんお待ちかねの、大変お待たせいたしました。大変お待たせいたしました。ちょっと身だしなみを整えよう。身だしなみ整えて、ちょっと身だしなみ整えるね。ちょっとリップ塗らなきゃ、リップ塗らなきゃ。そうね。身だしなみ整えて、そうそう。ね。ね、綺麗にして。はい、いい感じですね。はい、それでは右のまつげ。まつげいい感じ、いい感じよ。あ、左もいい感じ、いい感じ、いい感じ。可愛くなった？本当？いい感じ。はい、それでは皆さんお待ちかね、写真集発売記念イベントも決定しました。お待たせいたしました。発表します。いきます。まず10月5日土曜日は東京 HMV&BOOKS 渋谷にて行われます。東京あります。東京行きます。そして10月6日日曜日は大阪 HMV&BOOKS 心斎橋にて特典会を実施します。はい、東京と大阪行っちゃいます。楽しみ。はい、東京と大阪、しかも10月5日と10月6日で2日連続あります。2日連続で土日、そう、土日だからみんな来やすいと思います。そう、東京と大阪あります、2日間。はい、そして特典会参加券は9月25日水曜日の12時から9月30日月曜日の22時までの期間先着で販売いたしますので、なくなり次第終了になります。なくなり次第終了です。これは大変。なくなり次第終了になりますので、皆さんお早めにご購入ください。はい、よろしくお願いします。早い者勝ちですよ皆さん、早い者勝ちです。競争競争してください。もう早い者勝ちですよ皆さん。もうなくなっちゃったら終わりだよ。終わりです。大阪行きます。嬉しい。
大阪行く？やったー。ぜひリオの取り合いしてください。来てね、負けられない戦い。そうだよ、負けられない戦いが始まっちゃいますよ。皆さんお早めに、皆さんもう終わりだと思ってませんか？もう終わりだと思ってませんか？皆さん思ってませんか？まだありますよ。はい、さらに発売日当日9月28日土曜日にはタワーレコード広島店での写真集発売記念イベントが緊急決定しました。緊急らしい、緊急。緊急です、緊急決定。ちゃんとね、もうリオの愛する広島でも行われるということで嬉しい。広島、あ、シミコーさんありがとうございます。広島もあるよ、ちゃんとね、嬉しい。広島あります、緊急決定らしいよ。緊急です。そう、緊急だよ。はい、広島ありますよ皆さん。しかもタワレコ行きやすい、タワレコです。タワレコすごくない？だってさ、発売日当日にリオから直接受け取れるんですよ。めっちゃすごくないですか？嬉しい、めちゃくちゃ嬉しいです。発売日当日にやらせていただけるなんて。はい、こちらのね、特典会参加券の受付はなんと明日。早い、もう明日から始まります。明日9月20日金曜日の21時から9月24日火曜日の23時59分までの間の先着販売となります。なんと20、21、22、23、あれ、もうほぼ4日間しか販売がないんです。キャー、短いよね。もう明日から始まるよ、明日から販売が始まっちゃいます。しかもめっちゃ短い販売がね。はい、リオの取り合い、リオの取り合い in 広島は明日からスタートです。そう、もう明日から負けられない戦い始まっちゃいます。はい、もうね、受付期間が短くなっていますので、お買い逃しなく。はい、そして特典会の詳細と参加券のご購入についてはこの後21時に詳細を写真集公式 X、 そしてタワーレコード広島店 HMV&BOOKS 渋谷 HMV&BOOKS 心斎橋のストアイベント情報ページにアップされますので、ご確認をよろしくお願いします。はい、皆さん15歳のリオにぜひ会いに来てください。って書いてある。って書いてあります。はい、あ、オレアさんありがとうございます。飛行機ありがとうございます、嬉しい。そっか、そうですよ、もう15歳ギリギリ、15歳もあと少しか。そう考えたら15歳のリオに会えるのもうなんかもうレアですよ、本当に。15歳のリオに会えるのレアだよ、めちゃくちゃ。キリキリ
そうだよ。これは絶対に来なきゃいけません。はい、絶対に来てください。皆さんよろしくお願いします。絶対来てください、絶対来てください。広島、東京、大阪、嬉しいですね。広島、東京、大阪でできるなんて。東京行きます、嬉しい、ありがとうございます。広島、東京、大阪、広島、東京、大阪、広島、東京、大阪。6日の大阪が15歳でファンに会えるラストかな。確かにかもしらん。確かにそうかも、わかんない。7日に何かがあればって感じだけど、多分ないから。そっか、これは必ず必ず来てください。写真集15歳の私会も15歳のうちに終わるんだね。確かにそう考えたらなんかエモいね。エモいね、めっちゃエモいね。なんか15歳のうちに15歳を渡すんですよ、すごくない？なんか15歳のうちに15歳を渡すってなんかいいね。エモいですね、エモいね、めっちゃエモいね。広島会いに行くよ、ありがとうございます。東京行きます、ありがとう。りょうつんが全国区になって嬉しい、ありがとうございます。確かに宿予約した早っ仕事が早いですねもう宿予約したの？いや、すごい、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。あ、ひろっぺさん、ありがとうございます。飛行機、飛行機、ありがとう。はい、あ、これあるんだった、これ用意してもらっていました。多分スクショした方がいいよね、みんな。あ、オノピーさん、ビビハさん、ありがとうございます、ありがとう。飛行機のチケットも取らないと嬉しい、ありがとう。イエーイ、うわ、めっちゃパラシュート飛んだ、すごいありがとうございます、嬉しい。困りました。おっと、これ全部いけちゃう、なんやねん困ってないやん。なんやねん。嬉しい。全部来てね。夜行バス予約した。みんな早いね。行動が早い。リオ、そういうの好き。行動早い人好きです。嬉しい。ありがとうございます。ありがとう。あ、ビベハさん、ここもありがとうございます。ありがとう。嬉しい。行動早い人好きですよ、ありがとうございます。昨日の声ありがとう、ありがとう。はい、前回ショールーム販売の特典はまたもらえますか？もらえません。あの特典、あのソフトクリームリオツンはもうその時だけしか手に入らなかったので、だからこのね、かわいいプリプリリオツン、このあの
数学わかんないよっていうリオツン。あともう20分、あと20分ですよ皆さん。あと20分でもうゲットできなくなっちゃいます。あと20分ですよ皆さん。今日逃しちゃったらこれ、この得点もうバイバイです。もう手に入らなくなっちゃいます。皆さん後悔ありませんか？本当に後悔しないように。はい、プニツンゲットできるのあと20分しかチャンスないよ。そう、もう配信9時までだからあとちょっとしかない。数学わかんないリオツン欲しい？欲しかったら今日しかないよ。今日だけ、今日限定です。皆さん今日限定になります。はい、追加しようかな。追加しちゃってください。追加しちゃってくださいよ。あ、受験さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。はい、あ、飛んだ、パラシュート。飛行機嬉しい、ありがとうございます。小山っちさんありがとう。小山っちありがとうございます。でもお高いんでしょ？ いえそんなにお高くないですよ。はい、こちらプニツンゲットしてね。プニツン、リオちゃん追加したら喜んでくれるかな？喜ぶよ。喜ぶに決まってるじゃん。喜びますよ、決まってるよ、喜ぶに。あ、トラシューさん、タチチタチヤさん3個ありがとうございます。嬉しい。ビュン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 、往復、飛行機往復ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。あ、ヨネツもありがとう。あ、アヒル隊長さんもありがとうございます。アヒル追加しました、ありがとう。ラブツンです。うわー、すごい。あー、ありがとうございます。すごい、なんかめっちゃ袋が落ちてきた。すごい嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、超嬉しい、ありがとうございます皆さん。あ、ヒイラギさんも、ヒイラギありがとう、ゴリタです。ヒイラギありがとう、嬉しいよ、ありがとうございます。あ、魚粉。なんて読むの、魚粉まみれさんと、リュウさん、ありがとうございます。ありがとう、すごい、往復、飛行機往復しております。ありがとうございます、たくさん嬉しい、皆さんありがとうございます、ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。そう、前回100冊以上ね、皆さんが申し込んでくださってめちゃくちゃ嬉しかった。ありがとうございます、嬉しい。このプニツンがね、いろんな人に届くと思うと嬉しいです。このリオのほっぺ近くで見れますよ皆さん。リオのほっぺ、ちょっと今は見せないでおきます。リオのほっぺ近くで見るには、あと15分です。あと15分ですよ、あと15分です。あ、飛んだ、リンゴさん、メタモさん、ありがとうございます。ありがとうございます。飛行機、嬉しい、ありがとうございます。
あのめちゃくちゃリオの写真集は本当に見たらあったかい気持ちになれるし、キュン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 してもらえると思うので、皆さんぜひゲットしてください。もう一遍フリップ見せて。これこれですか、違うやつ、これかな。どこから買えるの、リンクが見当たらない。あ、か、あのカート、カートのボタン見えるかな、あのお買い物のカゴ、カゴのマークが多分あると思うんですよ、マークがあると思うんですけど、そこをね押してもらったら多分買えると思う。見当たるかな、カートボタン見当たるかしら。見たらドッポンできますか。 Yes Yes キュンキュンしたいキュンキュンしたいでしょ、皆さんキュンキュンしたいでしょ。キュンキュンしたいならぜひ。あ、タイマイノリさんありがとうございます。タイマイノリありがとう、ビュー、ありがとうございます、嬉しい。あ、りょうさんもありがとうございます。りょうさん、りょうさんありがとう、嬉しい、ありがとうございます。うん、ポチりたいけど、けどけどけど何ですか。グッズボタン見当たるかな。ショッピングってやつかも、ショッピングってやつかも。うん、これ以上リオツン好きになってもいいの。皆さん足りませんよ、まだ。もう愛、愛というものは限界なんかありません。急な急な変な変なトーク始まった。もう愛というものは限界なんてないんですよ、皆さん分かりますか。愛というものは限界なんてありません、もう永遠に永遠に増え続けます。買ったよ、ありがとうございます、嬉しい。あ、パソコンだとショッピング、じゃあショッピングかも、ショッピングのマークかも。ありがとう、わあ、いっぱいありがとうございます。ブルースカイさん、デイトさんかな、タツバラさん、ありがとう、わーいわーい、ありがとうございます、嬉しい。プニツンゲットですね、これで、これでプニツンゲットです。プニツンゲット、会社でこそっと聞いてる、ありがとう。でもね、本当にこんな貴重なチャンスをくださったのもこのリオツンルームのみんなのおかげで、めちゃくちゃ感謝でいっぱいです、ありがとうございます。迷ったからとりあえず買っておくことにしました、大正解。迷ったらね、買うのが大正解です。ありがとう、名言ありがとうね、嬉しい、フォローありがとうございます。写真集買うと幸せになれますか。絶対なれると言い切れます、必ず約束します、絶対約束します。プニツンラブラブ、ありがとう、皆さんたくさんありがとうございます。あと10分になりました、あと10分だ、また買った、ありがとう、りょうさんありがとうございます、嬉しい、ビューありがとう、嬉しいです。はい、本当にこのリオツンルームのね、みんなと一緒に作った15歳という写真集なので、ぜひたくさんの方の手元に届いてほしいなと思うし、あのこれからね成長していきますので、私成長していくので、その成長の記録としてぜひ残しておいてほしい。フォローありがとう。
です。はい、カートクローズまであと少しです。お早めのご予約お願いいたします。この配信時間のみのね、こちら限定特典です。ご予約いただいた商品は発売日前後に発送予定です。そう、しかもさ、この写真集のこの発売記念配信もあとちょっとしかないから、あとちょっとです。あ、飛んだ飛んだ、誰だ、ルートさん、ルートさんありがとうございます。あ、りょうさんもまたまたありがとう、ありがとう、ありがとう、飛行機飛行機飛行機、ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます、ありがとう。身内にも配ります、ぜひ。確かに、あの皆さん、もう自分用だけじゃなくてね、あの家族とかね、お友達とかにもぜひ、この子かわいいでしょって言ってぜひ紹介してください。迷ったので買ってみました。迷ったら買う、いいですね。飛行機似合う、どういうこと。飛行機似合うって面白い、飛行機リオト。ゆうた、ありがとう。フォロー、ありがとうございます。55分になったらいつもみたいに壇上を読みたいと思います。あ、初見さん、ありがとうございます、ぜひフォローしてください。そう、本当にあのお仕事の、お仕事、お仕事の上司、上司とかにもね、ぜひあの配ってみてください。メイナのおもちゃ？違うよ、これはちゃんとしたリオの、リオのぬいぐるみです。これはちゃんとしたね、ちゃんとしたリオの飛行機、リオの飛行機。上司はさすがに気まずい。あ、じゃあもうあの仲いい、仲いい仕事場の人とか。仲いい仕事場の人はどうですか。あ、そうそうそう、ゴリオ警察、そうだよ。気づいた？これゴリオ警察の飛行機なんですよ。だからもう実際買ってくださってる人、ゴリオ警察に連れてってるみたいな感じ。そう、ゴリオ警察署に連れて行く用の飛行機だから。ゴリオ警察、そう、買ってくださった人はゴリオ警察に勝手に連れてかれてる、すいませんね。はい、皆さん、カートクローズまであと少しです。あと6分、え、6分、4分、5、6分です。6分ですよ、皆さん、皆さん後悔ないですか、皆さんいいですか、もうこのプニツンゲットしました、皆さん、プリツン、プリツン、あと6分、6分だよ。後悔しませんか、皆さん、いいですか、もうプリツンバイバイしちゃいますよ。あ、もういいですか、皆さん、後悔しない、しないですか。あ、日誌、よしどみ、ありがとうございます、ありがとう。これを警察署。ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しいよ、ありがとうございます。あ、55分になっちゃった。それでは壇上を読みたいと思います。プリツン買ったよ、後悔なし、ありがとう、後悔なし、捕まりました、連行します、連行します。あ、後悔ない、ありがとう。あ、また飛んだ、
横山子さん、ありがとうございます。来たの。あ、朝地さんもありがとう。あ、なるさんもありがとうございます。あ、ケイスティンさんもありがとう。たくさんありがとうございます。感謝です。あ、ワイリンガルさんもありがとうございます。いっぱい嬉しい、嬉しい、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます。嬉しいよ。はい、それでは、あ、また飛んだ、ありがとうございます、ありがとう。みんな五稜警察に連れてかれたかったんですね。ありがとうございます。はい、それでは壇上を呼びたいと思います。13位、台湾のりさん、ありがとうございます。12位、台湾高尾さん、ありがとうございます。11位、楽楽さん、ありがとうございます。10位、ゆずきちさん、ありがとうございます。9位、鈴鹿さん、ありがとうございます。8位、よしここくんさん、ありがとうございます。7位、ビリーさん、ありがとうございます。6位、カープスキーチくんさん、ありがとうございます。5位、レオタンさん、ありがとうございます。4位、ヨシゾンビさん、ありがとうございます。3位、リオッシーさん、ありがとうございます。2位、ムカシカ老人さん、ありがとうございます。そして1位はドゥル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 バン、メタボさん、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。また飛んでた。ヤマさん、オノピーさん、ありがとう、ありがとう、飛行機、ありがとうございます。皆さん、今日もね、たくさんゲットしてくださって、パラシュート本当にいっぱいありがとうございます。今日ゲットしてくださった方にはこちらのプリツンが届くので、お楽しみにしていてください。はい、そして皆さんがね、首を長くして待ってくださってた、あのお渡し会のね、イベントの発表もありましたので、皆さんぜひ広島、東京、大阪、ぜひ来れる方は3つ来てください。広島のイベントの販売はもう明日から始まるので、皆さん忘れないようによろしくお願いします。あ、忘れっぽいもっちさん、はしもくんさんもありがとうございます。ありがとう、いっぱいありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっともう一回これ見せとこう。ありがとう。はい、改めまして、岡村リオファースト写真集15歳は9月28日土曜日発売となります。はい、詳しい情報につきましては写真集公式 X や各サイトをご覧ください。以上、岡村リオでした。バイツー、バイツー。うわ、いっぱい、今日は選んでさ、ガンジャヨシさん、ありがとう、ありがとう、ありがとう。あ、田舎者さんもありがとうございます。ありがとう、バイツー。あ、また飛んだ、また飛んだ。ありがとう、ありがとう、バイツー。